皆さんこんにちは、ケンです。本日は、こちらのグラベルバイクをご紹介したいと思います。こちら PR インターナショナルさんの、社員さんのグラベルバイクになります。でフレームがオールシティ。そうですね。どういった名前のモデルなんですか？ゴリラモンスーンっていうちょっと変わった名前の。ゴリラモンスーン、はい。もう黒森フレームに。そうですね。フォークも、はい、これはもうあれですか、そのフレームから自分で組まれたとか。元々は完成車で、はい、最初は 27.5 のサイズで、はいはい、29に今回変えまして。29に変えて、はい。で一部ちょっとクランクとかカスタムさせてもらってますけど、はいはいはい、クランクとかだと思う。今ローターですね、楕円つけたりするんですかね。そうですね、楕円つけていて、メインコンポはスラムになりますね。はい、エイペックスですかね、これ。そうですね、これは純正で最初からついてたものをついていて、はい、感じですね。そのまま使わさせてもらってますね。シートポストはアルミですか、これは。そうですね、これは純正品になるので多分アルミだと思います。アルミ、すいません、ちょっとこう。はい、これが多分限定じゃないですか、カンビウム C17 の。そうですね、確かこれも、はい、私もグラベルバイクに使ってるんですけど、この青色多分限定のやつだと思われます。ディスクブレーキなんですね、これも変えずに。そうですね、これも純正そのまま使わさせてもらってます、ね、はい。ステムは変えられた、 BMC って書いてある。そうですね、ちょっとこれはとりあえず今ちょっと長さ調整で今長さ調整でつけていて、ハンドルは純正で。そうですね、ハンドルは純正ままになりますね。あ、なるほど。でバーテープは PR インターナショナルさんなんで、バイクリボンの触っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。結構グリップある。あ、これ私多分一番さっき取ってて欲しいって思ったやつで、4500円ぐらいの。そうですね。ここがどうですか、これ。なんかその感触としてはこのロゴの部分だけがグリップ効いて、ここの間がなんかその水を弾きそうな。そうですね、なんかすごい吸い込まなさそうな素材、ザラザラというか、軽い雨とか、あとは濡れた後だったりとか、はい、そういうところにも、まあ、全然対応できるようにグリップ力はかなり高めに作ってますね。あ、これも次ぜひ使いたいと思って。ぜひこれいいですよね。で、まあ、オルトリーブさんのバイクパッキングちょっと今装着してもらって見せていただいてるんですけど、モルトリーブさんともぴったりのカラーリングで。そうですね、もうこれたまたま、ね、そうですね、これはたまたまオレンジ、この年のイヤーで、はいはい、多分このお色だったと思うんですけどっていう感じですよね。でごめんなさい、紹介忘れてましたね。タイヤももちろん、ね、PR インターさんシュワルベの G1 のこれウルドラバイトっていう、はいはい、一番ちゃんと砂利を走れるタイヤになってます。パンクにも強くてゴツゴツしてて。そうですね、ちゃんと食いついてくれるタイヤになりますね。なんかあれですよね、割合があってオンロードが 15% とか。そうですね、オフロードが 85% とかです。そうですね、これはどちらかというとかなりオフロードに振ってるタイヤになりますね。ですよね。で今これ29の 2.0 というサイズが入ってますね、はいはいはい、もう極太ですね。そうですね、フレームサイズいけるところまで。いやでもまだいけそうなまあまだいけそうな感じはありますね。普段はこっちになんかボトルとかもつけて。そうですね、普段はボトルもつけたりとかしてますね。あとダウンチューブのところにもボトルつける場所がありますので、一応そういうふうにフルスペックでいくこともできるかなっていうそうですね、確かに確かに、はい、かっこいいバイクでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上シャニさんのグラベルバイクコーナーでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。